ルーベガはイタリア系、ウガンダ系ドイツのミュージシャンで代表曲、ま、この曲は1949年のペレスプラードのリメイクである。ベガはオリジナルバージョンをサンプリングし、彼自身が書いた詩を加えた。ベガの母親は南イタリアのカラブリア州出身で、父親はウガンダ出身である。父親は1972年に、 ルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンで生物学を学ぶためドイツへ移った。ベガは6歳までは母親とイタリアで過ごしたが、その後でミュンヘンへ移り住み、ドイツの小学校に通った。15歳の時、マイアミで1年半過ごした。また、ウガンダに半年間住んでいた。現在ベガはベルリンに住んでいる。ベガのミュージシャンとしてのキャリアの始めはラッパーだった。 13歳の時、二人の友人とヒップホップグループを結成した。2年後の1990年、ベガと友人たちで最初の CD を発表した。ベガはマイアミに住んでいる時、ラテン音楽に出会った。ミュンヘンに戻った後、ローツターとレーベルと契約した。ルーベガの音楽は1940年代、1950年代と、 現代の音楽の距離を縮めて結合することで成立する。ルーベが彼のファーストシングルはマンボナンバー5でドイツ、イギリス、フランスなどヨーロッパ中のヒットチャートで1位を獲得しアメリカ合衆国でも3位を記録した。特にフランスでは12週間1位を獲得する大ヒットとなった。イギリスのテレビ局チャンネル4の テストマッチクリケット中継では1999年から2005年までこの曲が使用されていた。1999年7月19日、アルバム A Little Bit of Mambo を発売した。このアルバムはアメリカ合衆国で3位を記録し、彼の本国であるドイツでも3位を記録した。イギリスでは50位しか記録できなかった。オーストリア、カナダ、フィンランド、ハンガリー、 中東、ポルトガル、スイスでは1位を獲得した。セカンドシングル、アイガッタガールは、フランス、フィンランド、ベルギーで、トップ10に入った。サードシングル、トリッキー、トリッキーは、カナダのチャートで18位を記録し、アメリカのビルボードのチャートで74位を記録した。マンボマンボは、フランスのチャートで11位を記録した。ベガの2枚目のスタジオアルバム、 レディースジェントルメンは2001年3月28日に発表された。このアルバムに収録されているベビー・キープスマイリングはブエナビスタソシアルクラブのコンパイセグンドとのデュエットである。彼はディズニーチャンネルのアニメシリーズブランディミスター・ウィスカーズの主題歌を歌った。ベガはドイツのエコー賞で5回ノミネートされ、そのうち2回受賞した。他には グラミー賞にノミネートされたほか、カンヌのワールドミュージックエンターテイメント賞、ロサンゼルスの超大作エンターテイメント賞、ベローナのフェスティバルバーン、ウィーンのアマデウス賞、ベルリンのブンテニューフェイス賞を獲得した。ルーのツアーは世界中を回っていて、セールとアメリカ22都市で行い、南米のリオデジャネイロ、ブエノスアイレス、サンパウロでライブショーを行って、インドのムンバイ、 ニューデリー、チェンナイ、バンガロール、カルカッタでツアーを行った。ヨーロッパでは200回以上コンサートを行い、合わせて300万人以上の客を動員した。2010年にアルバム、フリーやゲームを発表した。ルービガとダンサーたち。ありがとうございます。